マチコさん、こんにちは。メッセージをありがとうございます。動画を撮ってくださってたんですよね、思いの丈をね、伝えてくださいまして本当にありがとうございます。そして私の確認と返信が遅れまして本当に大変失礼しました。マチコさんの思われる通りだと思いますので、ぜひね、そのメッセージを送っていただければと思います。私もね、同じ気持ちです。そして山本太郎さんに関しましては、私もなんかね、力になれるんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。それは私の視聴者さんの応援もありますし、おすすめもあるんで、遠慮してる場合じゃないなというところもあります。で、これからね、どんなことができるのか、それとも令和新選組をはじめとする山本太郎さんが私を必要としてるのかどうかっていうところもね、ありますんで、まあ柔らかくね、アプローチして、まあなんとなくね、なんとなくなんですけども、始めていこうかなと思います。ただ私もね、その YouTube 活動がまだまだメインでございますんで、できるところからってことになりますけども、それもね、合わせてまちこさんの何かね、励みになればと思っております。どうもいろいろとね、わけのわかんない動画になっちゃったかもしれませんけども、まちこさんの思いはしっかりと受け止めました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。